お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドの動画にお付き合いいただきます。今日もしょうもない飲み動画をお付き合いいただいております P さんです。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日あの何やります。なんだろうな、お仲間さんにはなかなか説明しづらいんですけど、今日ね、まあ P さんと動画撮ってたわけですよ、はい、そしたらあのパソコンにね、なんかどっかでライブやってますみたいなお知らせが来て、ね、って僕チャンネル登録してるところ、あのギャングパーツさんがライブやって、ね、お小林くん頑張っとるなって言ったら、なんかあの鳥取のうちの息子がさ、はい、なんか一緒にライブやって、なんだどうしたどうした、いや違うの違うの、あの鳥取の息子がさ、小林くんのところは遊び行きますみたいな話は聞いてたんだけど、あそうなんですか。今日びっくりしたよ、俺今日さライブやってて、あのパーンとちょっとおね、Pさんと動画撮っててさ、そう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 、ね、そうで、あ、ごめんごめん、ちょっとうちの動画アップロードする前に小林くんがライブやってるわ、ちょっとチェックしてもいいって言ったらさ、息子が出てるわけよ。トトル息子と2人でライブやってるわけ、ね、なん、おーどうしたどうした俺何やってんだ俺とあれはどう、 P さん的には見てどんなんだ。いやでもいいじゃないですか。いや俺はさ、だってさ小林くんなんかさ、だってこう遊び来てくれて、はい、ね、もう言ったらうちの動画でコラボしてるって、まあまあまあ、あのコラボしてるってまあね、カッさんとやったりとか、ね、あるけども、はい、小林くんなんかね、同業者ですよ、はい、ちょっと一応の思い入れがあるわけですよ。なるほど。であの鳥取の息子なんかは、はい、この間ね、まあご存知の方も多いかもしれないけど、まあ、2泊3日かな遊び来てくれてさ、はい、でその2人が俺の知らないところでいや違う違う違う、あの鳥取の息子がさ、あのギャングパーさんお邪魔しますみたいな話は聞いてたけど、まさかまさかね、ここでいや小林くん本当に申し訳なかったね、本当ね、なんだ、何を気遣ってもらってるか分かんないけど、あのね、うちの息子に気遣ってもらってライブ、いやもうね、俺ちょっと今日ねライブ配信見た時に、うっすらちょっと涙目だったわけですよ。あ、この2人がこの2人が、うん、共演しとるみたいなのがさ、で普段やらないコメントでコメントを返して、今日たまたまほらあの P さんと動画撮ってるところで発見しちゃったからさ、ですね、ちょっとコメントでいろいろお邪魔させてもらったけど、ちょっと思い入れが半端ないわけですよ。そりゃそうでしょうよ、それはやっぱ、うん、もう本当にもう2人ともね、うん、来ていただいて、そう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 、もう小林くんだってね、もう本当すごい遠くからさポテトチップわざわざぶっかけに来てさでね、またはたまたあのターさん動画の時に駆けつけてくれてさ、で鳥取の息子はね、あの遊び来てくれてさ、でいやそうでなくたって本当にいつも応援してくれてて、この2人が俺の知らんところで共演してる、おい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 と。ちょっと待てよ、俺発見しちゃって、もう俺もうコメント入れまくったもん、もう泣いてましたもんね、うん、いや僕ね、あの普段よその動画にあんまりコメントって入れない方がいいのかなと思ってるわけです、そうですよね、うん、僕が関わってる動画って割とオートバイ関係多いわけじゃないですか、はい、そうするとあのバイク屋がね何かコメント入れるとしらけるわけですよ、うん、それはやっぱりあのほらそれは、ね、専門的なあの言ったら僕が面倒くさい話をするわけじゃないんだけど、違うな、あのバイク屋さんじゃない人たちが盛り上がってるところにさ、うん、バイク屋がコメント入れるとプロがね、あそうなんだって一発で終わっちゃうじゃん、あのケンケンガクガクじゃなくなっちゃうわけ、はいはいはい、僕のレベルが高い低いじゃないのよ、うん、あの僕がコメント入れることによって、ああバイク屋
プロがコメント入れてきちゃった、はいおしまいみたいなことでしらけるのが嫌だから、僕近しいお仲間さんのところにはコメント入れないんですけど、ただ今日申し訳ない、今回は小林くんが同業者だろうと、ね、うちの息子がバイク関係の動画やってるって関係ねえよもうバンバンコメント入れたバンバンですよもうそんなもん俺の言うことがあってよが、まあ、もう間違ってもう関係ないだ、どうでもいい、うん、なんだけど、いやもうね、いや面白かったな、ほ、ねうんとね、なんだよ、そんな配信やるんだったら言ってくれればよかったのにっていうぐらい、うん、なるほど、ほんとね、そんな感じですよ、なんだろうな、いや楽しかいやただなんだろうね、この動画撮ってる現時点で、あん、まあ、あんまり話すこともあんま決まってなかったんだけど、先ほど、ギャングパーツさんのライブを拝見させていただいて、はい、一言言いたいのは、はい、小林くん本当面倒かけてすまんかったと、忙しいところね、ありがとうございます、本当にうちの鳥取の息子が迷惑かけたなというだけの話でございます。息子もな、頼むで、こんなこんなんが当たり前と思ったらあかんで小林くん本当ありがとうね、柔軟に対応してくれた。またちょっとね、うん、今度うちのメンバーと、小林くんとうちの鳥取の息子と交えて、ね、本当に、こたつでみかん食べながら語り明かそうぞ。ゾウ雑煮食べながらね。本当楽しかった。ありがとうね小林くん。お疲れ様です。いや本当面白かったですね。もう全然、うん、今ので8分ぐらいの尺なのこれね、7分2秒あ7分ぐらいか、ええ、まだ切れてないですよね、あまだやってんのこれ、まだいっちゃうよ、あそうなん、あと10秒あはいはい、ええ、いやどうも本当ね小林くんありがとうございました、ええ、ね、久々にしょうもない動画撮ってる